さん、本日行われましたドラフト会議のご報告をいたします。小園選手、広島、おめでとうございます。藤原選手、ロッテ、おめでとうございます。根尾投手、中日、おめでとうございます。根尾投手につきましては、私が小さい頃、根尾投手の中学生の頃ですね、ちょうど練習しているのをよく見ておりまして、その頃から応援しております。ずいぶん成長して高校でも活躍、春夏優勝、プロではドラフトで1位、すごい道をどん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 進んでいるなと思ってます。すごい選手を小さい頃からずっと応援しておりましたので、他人のように思えないのは嬉しいです。これからもプロ野球に行きまして、前人未到の素晴らしい記録を上げて、さすが根尾だなと言える成績、成果を残していただきたいと思っております。私どもは応援しかできませんが、頑張ってください。ちょっとここで根尾くんの足元にも及びませんが、真似をします。打つ方はなかなかミート率がいいんですが、人はイチローに似てるというふうに言います。投げる方は形はいいんですが、やっと球がキャッチャーの方に届くというような状況です。私もちょっと運動不足もあるんで、今後根尾君に習ったり運動して、せめてキャッチャーまでノーバウンドで投げれるような球を投げたいと思ってます。本日は本当におめでとうございました。